ネネー。ネネー、ネネーこと、マイビンデリ・ロドニー・イラリオ、メイバイガー・ロドニー・ハラリオ、1982年9月13日隊は、ブラジル・サンパウロ州出身のバスケットボール選手。NBA のヒューストン・ロケッツに所属。ポジションは、パワーフォワード、またはセンター。211センチメートル、113キログラム。サッカー王国ブラジルで生まれたネネは、 周囲の子供たちと同様にサッカーに熱中して育ち、プロクラブの練習に参加するよう勧誘を受けたこともあったが、その後バスケットボールに転校。インスティートゥートアルバログイアを高校卒業後、ブラジル国内リーグの CR バスコダガマに入団。2年目の2001から02シーズンには13.2得点10.1リバウンドのダブルダブルの成績を残した。2002年には、 ブラジル代表に入り、グッドウィル・ゲームズでの銅メダル獲得に貢献した。2002年の NBA ドラフトにエントリーし、ニューヨーク・ニックスから1巡目7位指名を受けるも、直後に、デンバー・ナゲッツとの大型トレードが行われ、ナゲッツで NBA の選手生活が始まった。低迷していたナゲッツでは1年目の年齢も徴用され、NBA デビュー戦でいきなり10得点11。 リバウンドのダブルダブルの数字を叩き出し、シーズン中盤からは、先発に定着、平均10.5得点6.1リバウンドの成績を、残し、オールルーキーファーストチームに選ばれた。翌2003から04シーズンには、ルーキーカーメロ・アンソニーをはじめ、アンドレ・ミラーや、マーカス・キャンビーら優秀なメンバーが集い、ナゲッツは1995年以来の、 プレーオフ出場を果たし、ネネエも出場した全試合で先発起用された。しかしこのオフに、ナゲッツは PF のケニオン・マーティンを獲得したため、先発の座を彼に譲ることになった。さらに怪我にも悩まされ、2004から05シーズンの出場試合数は55試合に止まった。さらに翌2005から06シーズンは開幕戦の対、サンアントニオスパーズ戦で、 全十字人体断裂に側腹人体損傷、半月板損傷という大怪我を追いも全試合欠場。このシーズンはわずか3分で終わってしまった。このオフに FA となるネネーにとってこの怪我による長期欠場は最悪のタイミングであったが、ナゲッツは中位の予想を覆す6年6000万ドルの長期後契約をネネーと結んだ。 復活をかけた2006から07シーズンも、怪我や12月16日のニューヨークニックス戦に発生した乱闘騒動による出場停止処分などで18試合を欠場したが、マーティンが故障によりシーズンの大半を欠場したことで、先発に帰り咲きを果たした。プレーオフ1回戦のスパーズとのシリーズでは1勝4敗で、敗れたものの、ネネーはリーグ最高選手の一人であるティムダンカンとの、 マッチアップで前線を見せた。これまで、たびたび故障と戦ってきたネネーだが、今度は新たにガンとも戦うことになった。2007から08シーズン中に抗ガンに腫瘍が発見され、1月に摘出手術を受けた。腫瘍は悪性だったものの転移はなく、3月には無事にコートに復帰できた。しかし、シーズン終盤には再び故障で欠如を強いられた。 2008から09シーズン前に、ナゲッツは先発センターで、守備の要だったマーカス・キャンビーが放出されたため、ネネーが先発に昇格したが、両用明けのネネーに先発センターの座が務まるのか、不安知れた。ところが、シーズンが始まると、ネネーは、周囲の不安を一掃する活躍を見せ、自己最高の14.6得点7.8リバウンド1.3ブロック。 FG 成功率は60.4%で、シャキーローニールに次ぐリーグ2位だった。オフに行った肉体改造や綿密な健康管理が報われた形となり、ナゲッツはネ,ネーの活躍やチャンシービラプスの獲得で24年ぶりのカンファレンス決勝に進出した。一時は NBA オールスターゲーム候補にも挙げられており、オールスター期間中を利用して、 結婚式を挙げるつもりだったねネ,ネーはスケジュールが重なると不安があったが、オールスター選考からは漏れ、無事結婚式を挙げている。オフには NBA 再生挑戦首相、ミップの投票では5位に入った。一席するまでのその後のシーズンも高い水準の成績を維持した。2010から11シーズンにはとなる61.5%を記録した。 2011から12シーズン、2011年の NBA ドラフトで一巡目指名で入団したケネスフェリードに出場機会を奪われるようになり、2012年3月15日、ナゲッツは2016年まで高額契約が残り、怪我の多かった年齢をロサンゼルスクリッパーズなどが絡んだ三角トレードでワシントンウィザーズに放出した。ちなみにトレードが発表されたのは深夜0時過ぎで、 ネネーが自宅マンションで睡眠中に発表されたために発表された翌日の朝にネネーが目を覚ましてテレビのニュースを見ていた時に初めてトレードに出されたことを知ったという2016年7月6日ヒューストンロケッツと1年契約を結んだ10月26日開幕戦のロサンゼルスレイカーズ戦でベンチからの出場で7得点を記録した 2017年1月5日のオクラホマシティサンダー戦でシーズンハイとなる18得点をこのシーズンで12試合目の2桁得点となった4月23日プレイオフでのキャリアハイとなる28得点をミスなしで記録しオクラホマシティサンダー戦での勝利に貢献した5月7日のカンファレンス準決勝第4戦のサンアントニオスパーズ戦で左ケ警部断裂し 残りシーズン、全球が決まった。2018年7月3日、ロケッツと3年1000万ドルの契約に合意した。ゴール付近でのオフェンス能力があり、屈強な肉体と運動能力を武器に、豪快なダンクを豪快に決める。チームオフェンスをよく理解し、キックアウトパスもうまく、無理なオフェンスをしないためフィールドゴール成功率は高く、シーズン10位以内を5回記録し、 そのうち1回は1位であった、2010から11、シーズンの61.5%。また速攻の戦闘を切れるだけの走力もある。ディフェンス面ではあまり数字に残るタイプではない。最大の悩みの種は怪我の多さで、特に、シーズン開始直後に故障し、過去にシーズンを丸々棒に振っている点である。スタイルイコールテキスト、アライン、センター2011から12系。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。